で先ほどは、内宮さん外宮さんの、右御霊を参拝してもらいました、でそれは平和の和の御霊だったんですけども、今度は荒御霊っていうのが別にお祭りされてます、でそこは本当に変化を促す魂の働きなので、なので僕らの、願い事に近いものを聞いてくれる、でも願い事をするのではなくて、あくまでも誓いを立てるって感じなんですよね、だからあの祈りの本質っていうのは義を乗ることにあるんですよ。自分の意、自分の気持ちを乗る、つまり宣言するっていう、宣言の線と書いて乗るって言うんですね。で、義を乗ると、あ、お前そんなつもりで生きてるんだ、そんなことをしようとしてるのかって神様が聞いて、お前面白えな、俺ちょっと力貸したるわみたいな感じで、こう後押しをしたくてたまらない魂が荒御霊なんですよね。動かしていきたい魂なんですよ。でも実際神様っていうのは肉体を持たない三次元じゃない存在なので、この肉体を持ってなきゃできない、こうやって石をこう投げるとかっていうことは神様は超苦手分野なんですよ。僕らはもう簡単じゃないですか、ね、こんなこんなことができないんですよ、それなは、だから僕らは僕らの得意分野を生かすんです。そして神様の得意分野は不思議なことなんですね、不思議な力なんですね。だからそれを借りるんです。だからあくまでもこの現実を変えていく実行部隊は僕たち人間だから、それをやりますって宣言すればいいんですよ。実際にやりますって宣言して実行していくんですね。そうするとお前いいなって言って神様は来ないんですよね。応援したくてたまらないんですよね。そうやって神様との連携プレーで物事現実を生み出していくんですよ。動かしていく。だから僕らだけで生きているわけでもないし、神様だけで作っている世界でもないし、僕らと神様は共同作業で作っている世界ですね。それをちゃんと自分の意思表明をしないと向こうもどうしたいのかがわからないから、ちゃんとここで決意を伝えます。神様にこうしてくださいねってお願いしても、いやいやお前がやるんだろっていう話になっちゃうんです。何のためにお前肉体を持ってそっち行ってんだろって話になっちゃうから、あくまでも肉体を持っている僕らがやりますって宣言して実行するんです。それを神様は後押し、不思議な力って形で後押しをしてくれることによって、よりスムーズに物事が動き始めている。それが僕らの意を乗るという祈りに対して神様の意が乗ってくるっていう、神様が意を乗せるって意味での祈りになって、で循環することによってこの世界は本当に回っていくんですよね。循環っていうのがまさにこう地球が太陽の周りを循環しているように、循環こそが本来のあり方なので、そこに帰るためにもこの祈りっていうのが、祈りを届けて祈りが返ってくるように祈り合わせをするってことがすごい大事でも、その動かすためにはまずこの今ここっていう瞬間に感謝ができてからじゃないと始まらないんですよね。一回収めてから動ける、動かすっていかないと、どん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 その荒御霊の方向性がどん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 シュッシュつかない方向になってしまうので、だからこそ先に右御霊にお参りをして、まず感謝をつかむ、フラットにしてから荒御霊で動かし始める、そういう順番が必要なんですね。普通はまあ一つのお社、一つの神様の中に右御霊と荒御霊の両方の働きが入っているんです。だから一つの神社で感謝と決意を伝えするんですけども、ここはあまりにもいろんな人たちが来るので、そういうお宮を分けてですね、だから一般的にガイドブックなんかにも、あそこの職員は感謝しかしちゃいけないよって言われるんですよね。そうしないとわけわかんなくなっちゃうので、神様も疲れるんですよね。なんで感謝をしていただいたので、ここからは